皆さんこんにちは。レック会計士会の中島です。よろしくお願いいたします。えー、本試験皆さんお疲れ様でした。えー、本日はですねこれから、えー、この前の2019年第1回目、えー、平成30年第1回目の担当式試験の合格ボーダーの方を説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はいそれではですね早速。 えー、ボーダーの方を見ていきたいと思いますのでまずその前にですね合格率ですね今回皆さんが受けた、えー、担当式試験の合格率の方をちょっと予測を、えー、させていただきたいと思いますはい、えー。担当式試験のですねこちら過去のデータになっておりますはい。2014年からずっとあるんですけども左から願書提出者、えー、合格者 ですね。えー、合格率、えー、合格ボーダーということになっております。で、皆さんが受けたのはこの2019年の第一回目になります。願書提出者数が8,515人でした。で、えー、過去のデータを元に合格者数、えー、合格率、合格ボーダーの順で、えー、お示しさせていただきたいと思います。はい。で、まずこの過去データからですね、見て取れるのは願書提出者数ですね。 でえー、見ていただくと第1回目なんですけども2年前の、えー、第1回目は7,818人だったところが、えー、約500人増の2018年は8,373名でした。はい、なので、えー、そこからですね 500名増加から今回皆さんが受けたのはですね8515名と200名弱しかですね増加がしなかったということが見て取れると思います。はい、で第2回目を見ていただくと2017年は6577名だったところが、はい、600名近くですね増加していることが分かると思います。 でえー、合算して見てみるとです、ねはい、<coughs> 2016年の願書提出者数のです、ね、合計を見てみるとです、ね、1万336117年で、えー、1034人増加して1万40002018年はさらに1158増加して、えー、1万5000となっています。 で先ほどお話しした通りですね、こう見ていただくと、えー、17から18はです、ねえー、500人増加しているのが今回、ですね、こう見ていただくと200人ぐらいししか増加してないんですね。なのでそろそろ、えー、願書の停止者数の増加の幅はですね、まあ、引き続き私は増加すると思うんですけれどもその増加の割合は少し減ってくるんじゃないかと。 思いますので、えー、いずれもですね今回200増えたので次の第2回は同じくやはり200ぐらい増加するんじゃないかと思いましてなんで2019年度の願書提出者数合計が400増加とこれを予想といたします。でここからですね、えー、論文のデータを 論文のデータとこの増加400ですね担当のこの増加割合とかを考えながらですねちょっと見ていきたいと思います。はいはい、<laughs> えー、論文式試験のちょっとそうですね論文式試験のですね、えー、とデータになります。 で、えー、論文式試験なんですけども、えー、過去3年度の方をちょっとピックアップしてみましたで、えー、願書を提出さする、えー、論文式試験の受験者実際に受けた方ですね論文式試験をで内訳があって、えー、免除で論文を受け入れる方、えー、担当の合格者、えー、第1回第2回という3階層になってますここはで論文の合格者 で願書提出者数これですねこれを分母にした時の合格率で論文受験者数こここれを分母にした合格率というふうになってます。えー、こう見ていただくとですね願書提出者数は1万1万1,000で1万2,000弱ですか。で論文式試験の受験者数は310033003600と。 いずれも増加してますで合格者数も、えー、110012001300と増加してますから、はい、で合格率を見るとですね願書を提出者数ベースですね、はい、願書を出した方の中からどれぐらい合格したかというととここはほぼ横ばいになってるんですね。はい、でむしろ、えー、前回ですね あ前回じゃないです今年ですね2018年の合格率は実は下がりました少し、うん、え合格者数は増えてますけどねまあその分あの願書の提出者数がより増えたということになりますで実際に論文を受験された方担当合格者免除者 の中からどれぐらい合格したかというと、35.3％、37.2％、37. 35.5％というふうな推移になっています。はい、ちょっと上がったんですけども、また35％に戻ったという形ですね。で、先ほどお話した通りですね、2019年度の担当の第一回第二回合計で400人増加したと予測するので、こういった見立てが立てられるんじゃないでしょうかね。 えーとここ間違えてますねすみません九で三十一ですねはい、えー、来年の癌症停止者数予測として四百人増ですからここから四百人増ですから一万二千百はいで、えー、例年通りの合格率とはやはり行かないような気がするんですね少し下がる可能性があるので、えー、合格率を十パーセントね癌症停止者数ベースで十パーセント 論文受験者数で35%まあこれはほぼ横ばいと考えて、えー、予測してみました、えー、論文の合格率 10%35% ですねここから逆算していきます、えー、1万2100の10%ですから合格率ですねああすみません合格者数が1210で1210の合格 者数が出るので論文を受験しているものの中から35%が合格されるわけですから1,210を35%で割り戻して、えー、と論文の論文式試験を受験できる方が、えー、3,457と予測します。で免除者 えー、例年1,700人程度いますから、えー、で今回の合格者皆さんが受けた合格者、X、とします。で第2回目はこの、X、と比べてだいたい半分ぐらいの方が、えー、合格されているので0.5と置いてみます。ですので、えー、算式がこうなります。 1700人プラス x プラス 0.5x が3457人になるわけですから、1.5x イコール1757になります。なので今回の合格者数 x はえっと1171人と予測します。皆さんが受けた えー、今回の担当式試験の合格者数は1171ではないかというふうに予測しております。はい、で今回の合格率なんですけどもすみません結構意外と横長いですね。はい 今回の願書提出者数が8515名でしたから、えー、今回の合格者を願書提出者数で割ると、えー、13.8%になりますので今回の合格率はレックの予想は、ねえー、13.8%と予測しております。はい でですので、えっと、例年の合格率を見ていただくとですねこの列になりますね、この列、はい、13.0とか6、12、12こう来てますね、こう来てるんですけれども、えー、っと1年前の第1回目が13.0%ですから、まあ、そこよりは上がるんじゃないかなという予測を立ててます、はい,ということですね。ね はい。で、えー、次は合格ボーダーなんですけども、まず、えー、もうすでに動画が上がってるんですが、各科目のボーダーを一覧にしてみました。はい。各科目のボーダーなんですが、こうなっております。企業法が80％、管理会計の49.4％、監査の60％、財務会計論同じく60％になっています。 はいえー、各科目のですね詳しいポイントであったりとか、えー、難しい問題に関する解説はすで、えー、に動画がアップされておりますので、えー、ぜひ各科目の動画も、えー、見ておいてください。特に、えー、今回もしかしたらダメだったと思われる方ですね必ずそちらの方の動画を見て、えー、とちょっと各問題の検証の方をですね、えー、ぜひ進めてください。 でこれら踏まえて全体のボーダーですね合格ボーダーはレックでは62%と予測させていただいておりますで。例年のボーダーをちょっと見ていただきたいんですけれども、はいえー、と前回が64%。 1>, で1年前の第1回目が70%になってますので、えー、合格ボーダーはですねこうざっと見ても過去のものを見てもかなり低い部類に入るんではないかと思います。過去5年の中でもですね、えー、とこの2015年の第1回目2015年の第1回目とほぼほぼ同じぐらいですかねそれぐらいのちょっと難易度だったと思います。 はい。以上が総評になります。今のところですね、いろいろなお問い合わせを弊社の公認会計士課にですね、お電話またはあのメールにてですね、ご質問等をいただいております。ぜひですね、何かわからないことがございましたら、お近くのレック本校またはコールセンターの方にですね、ぜひお電話いただきまして、皆さんにとっての 今後についての受講相談であったりとか論文に進む方はどういったコースがあるのか論文コースがあるのかまたはもう一度担当になってしまいそうだとどういうふうにすればいいか勉強はどうすればいいのかといったいろいろな疑問点がございますあるかと思いますのでぜひですねお気軽にお問い合わせいただきますようよろしくお願いいたします。はい、以上になりりまますごご視聴のうありがとうございました